ゆうとび、本日の謝罪がこちらでございます。淀川ということで、早速撮っていきましょう。はい、ということで本日は三脚の魅力を皆様にお伝えするために淀川の河川敷まで来てみました。ということで、まずはここから横構図で撮っていきます。で、写真の左の方にこの橋を入れます。で、この橋のちょうど終わり部分を左端の方に入れて、で、逆に右の方、ここにね、スカイビルがあるんですよ。梅田のスカイビル、有名なやつ。このスカイビルがちょうど右端に収まるように広角 24mm でこういう感じで撮ります。で、ちょうど縦に二分割構図で水平を意識して撮っていこうと思います。で、設定していきます。今回は三脚の魅力をお伝えするために、マニュアルで撮っていきます。シャッタースピード遅くしても三脚足したらめっちゃいい写真撮りますみたいなことを今回お見せできればいいかなと思うので、マニュアルで、シャッタースピードめちゃめちゃ遅く30秒にします。30秒、ここめっちゃ暗いんで、もう30秒まで上げちゃいます。で、30秒まで上げてるってことはね、めちゃめちゃ明るく映っちゃうんで、その分 F 値を大きくして明るさ、入ってくる光の量を調節します。このように F 値11にした分、全体的にピントも合わせれますと。で、最後に F 値11ちょっと大きいんで、ちょっと暗くなっちゃうってことで ISO をちょっとだけ上げます。320ぐらいまで上げます。ということで、こんな感じの設定にすると、向こうの水面がね、めっちゃ今このままやったら滑らかじゃないんですけど、シャッタースピードを30秒にすることで水面を滑らかに映していこうと思います。そのために三脚が必要っていうことなんで、この設定でどうでしょう。やらかした、買いたての 6D を落としました。ありがとうございます。最悪。はい、ということで、こんな感じの写真になりまして、 6D がボロボロになりました。もうマジで最悪すぎ。ということでね、横構図で撮りまして、三脚を立てて撮ると奥の方の水面の滑らかさがね、出てると思います。こういうね、水面を普通に撮るよりもなんかちょっとまず違った表現ができるっていうことで三脚を使いました。ということで次。はい、ということで次なんですけど、次はここから縦構図で撮っていきます。で、もう一回ね、この河川敷とかでできる三脚の使い方、テクニックをお教えしようと思います。ということで、こういうね、河川敷とか湖のほとりとかで結構あるあるなんですけど、このね、手前に流木があることが多いんですよ。で、この流木を前景に使って写真に要素を一つ追加するっていう、で、しかもその水面を滑らかにするっていうね、写真が結構ね、 SNS に上がってたりするんで、僕もその写真を撮ってみたいなと思って、流木を探しました。その結果、まあ、この手前にめっちゃ長い流木があって、この流木がね、ちょうどこう奥に向かっていって、ちょうどその先端、木の先端の奥に橋を入れれるので、ここはね、ちょうど縦構図で切り取ったら面白いかなと思って、この場所を選びました。で、まあ、ここから縦構図で撮るのはいいんですけど、こう遠くから望遠とかで縦構図でどっちも選べるんじゃなくて、このカメラをね、めちゃめちゃ近くまで近づけて広角で縦構図で狙います。その方がね、こう手前のこの流木がめっちゃでっかくボカーンって映って、で、奥の橋がちょっと小さめに映るので奥行き感がめちゃめちゃ出るんですよ。なので、この三脚をこの流木のめっちゃ近くに立てて、縦構図でこういう感じで狙っていこうと思います。で、設定していきます。もうシャッタースピード30秒はもうさっきと一緒で、で、今回はね、手前の木と奥の橋どっちにもピント合わせたくて、しかもね、結構離れてるんで F 値をもうちょっと上げます。 F 値16まで上げちゃいます。結構大きめで、そうするとね、まためっちゃ写真が暗くなっちゃうんで、その分 ISO も上げます。 ISO ちょっと高めに800ぐらいまで上げときます。ということで、この設定でどうでしょう。はい、ということで、こんな感じの写真になりまして、こう広角でめっちゃ木に近づいて撮ることで、結構ね、こういうダイナミックな写真が撮ることができます。で、これをこう真っ昼間に普通のシャッタースピード、速いシャッタースピードを撮るよりは、こう夜とかに来て、こう三脚立ててめっちゃ遅いシャッタースピードとかで撮ると、水面が滑らかになったりして、昼に撮る写真よりはちょっとプラスの表現ができるかなっていう感じで三脚を立てて撮ってみました。ということで、次。はい、ということで次なんですけど、次はね、ここにこの落書きされた壁があったので、この落書きを背景にして横構図で撮っていきます。で、僕がね、ちょっと立ってこのiPhone のライトで三脚立てて30秒とか撮ると、こう文字を書けるんですよ。で、そうやって三脚立ててシャッタースピードをめっちゃ遅くすることで、こういうライトで線を書けるっていうことをちょっとお伝えしたいので、一旦ちょっとここで実践して撮っていこうと思います。で、設定がシャッタースピード30秒 F5.6 ISO100 にしました。ということで、この設定でどうでしょう。
ということで撮れたんでしょうか。はい、ということでこんな感じになりまして、いや、こう分かりやすいね、こう三脚立てて30秒シャッターとかにしたら、その間に通った光でラインを作れるんですよ。でそうするとこういう風にね、絵を描けたりするんですね、っていうことをまあ伝えたかったんですよ。でこういうテクニックを活かして次は他の場所で撮っていこうと思います。ということで次、はい、ということで次なんですけど、次はね、さっきの光のラインを出すっていう戦法を使ってここで撮っていこうと思います。で上の方にね、この橋の曲線が綺麗なんで、この曲線入れて、でここをね、車がめちゃめちゃ右往左往してるんで、その車の光のラインを出します。そのために三脚を立ててカメラを固定して、なんかええタイミングを狙って撮っていこうと思います。で設定していきます。次はここね、ちょっとさっきよりめちゃめちゃ明るくなったんで、30秒じゃちょっと明るすぎるってことで25秒にします。でシャッタースピードは25秒で一番これでギリギリ遅い数字なんですけど、それでもまだ明るく映りすぎちゃうってことで F 値をもうちょっと上げます。 F 値16まで上げちゃいます。ということでこの設定でどうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、わかりますか、この25秒シャッター開きっぱなしてる間に光、車の光が通ることでこんな感じの写真が撮ります。でこのね、上の方にあるライン、このめっちゃ高さがあるラインはバスのラインです。こういう風にこう普通の車ってめっちゃ低い下の方にしかラインが出ないんですけど、バスとかトラックとか高さのある車を待つと、こういう風に上の方にもラインを入れることができます。なのでこういう風にわざとこう奥からバスが来るタイミング、手前からもバスが行くタイミングを狙ってシャッターを押しました。ということでもう喋ることないので終わります。はい、ということで本日は三脚の魅力を伝えるために大阪の淀川まで来てみたんですけども、伝わりましたかね、この三脚の魅力。三脚を使うことでシャッタースピードをね、めちゃめちゃ遅くしても写真が撮れるんですよ。なのでシャッタースピードを遅くできるというめちゃめちゃ有利な状況でずっと写真を撮ることができるということなんですね。で今日はそのシャッタースピードを遅くすることで水面を滑らかにしたりとか、光のラインをブワッと出すみたいなことをしてみました。他にもね、いろいろ三脚を使ったテクニック、表現の方法はもうめちゃめちゃ無限にあるので、ぜひぜひ皆さん三脚撮り方みたいなのでネットで調べたらもっと出てくるのでやってみてください。ということでもう今日は喋ることないので帰ろうと思います。さよなら、バイバーイ。